地震防災チェック。どうぞ。伊豆市の土肥海水浴場に隣接する松原公園にオープンしたのは、津波避難複合施設テラッセオレンジ土肥です。この施設のコンセプトは、普段使いできる津波避難タワー。普段はレストランや土産物店が営業する観光施設として活用し、地震や津波が発生した際には海岸にいる市民や観光客が逃げ込む津波避難タワーになります。伊豆市の土肥地区は南海トラフ巨大地震で最大10メートルの津波が予想され、地震発生の6分後には沿岸部に津波が到達すると想定されています。そのため海岸付近にいる観光客や市民が短時間で高い場所へ逃げられるよう、この津波避難タワーが建設されました。今回オープンしたタワーは高さ 18.8 メートルの4階建て。3階から上が避難スペースとなり、およそ1200人を収容でき、水、食料、簡易トイレやおむつなどが備蓄され、AED や非常用の発電機も設置されています。その一方で、普段は市民や観光客の交流の場所として活用されます。1階には地元の新鮮な魚介類や野菜などを販売する土産物店やカフェがあり、3階にレストラン、屋上では土肥の絶景を眺めながらバーベキューまで楽しめます。津波避難タワーを見学に来た地元の高校生は、避難タワーってなんかこう鉄骨があって、なんか階段めっちゃ登るみたいなだけのイメージだったんで、お店が入るっていうのはすごい新しいなと思います。設計を担当した東京大学の今井教授は、観光施設と津波避難タワーの融合は難しかったといいます。避難施設としての機能は果たさなきゃいけない、で津波に対しての強度も保たなきゃいけないということもありながら、観光施設としての明るさや軽さも同時に実現しないといけないということで、非常に難易度の高い設計だったと思います。津波避難タワーと観光を融合させた新たな取り組み、今後防災施設の有効な活用方法として注目されそうです。